皆さんこんにちは。燕三条工場の祭典実行委員会の山田康と申します。今月もライブ工場の時間がやってまいりました。今年もライブ工場を通して燕三条のものづくりの魅力を発信していきますので、ぜひご覧いただければと思います。さて、今年一発目となります本日のライブ工場ですが、三条市内でも街中エリアにあります三条鍛冶道場からお送りいたします。こちらの場所になりますが、いつもライブ工場をご覧になられている方の中には見覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんが、おととしすぐそこの三条スパイス研究所さんから食器をテーマにライブ配信を行った時と同じスタート場所になります。その時はライブ配信前の周辺エリアの紹介時に鍛冶道場の入り口の前までは行ったんですけども、今回は実際に鍛冶道場の中に入ってものづくり体験の様子をお伝えしたいと思います。公式 YouTube チャンネルには、リポーターが採れたての生ウコンを食べるという貴重な映像が残っておりますので、気になる方はぜひご覧ください。またせっかくの機会ですので映していただきたいんですけども、カメラさん、あちらの方映していただいていいでしょうか。以前のライブ配信でもご紹介いたしました新たな図書館が間もなく完成いたします。愛称は、昨年一般公募されまして、北は北海道から南は九州、さらに日本を飛び出しマレーシアやオーストラリアなど国内外全3070件の中から、町山という名前に選定されました。施設の形態から、町の中にある大きな山とその中にいろいろな楽しさや知識、学びが詰まっている様子をイメージされたとのことで、今年の7月24日にこちら供用開始の予定になっています。この施設の中には図書館だけではなく、子どもたちの科学的な考え方を育てるための科学教育センターや、それから三条市のものづくりの歴史を伝える鍛冶ミュージアムという施設も整備されます。こちらの鍛冶ミュージアムや科学教育センターで、三条鍛冶の歴史や、それに関連する科学的な授業、そういったものを学んだ後に、こちらの三条鍛冶道場で実際にものづくりの体験を行うというふうに、さまざまな連携の可能性が広がっています。ちょうど半年後に図書館の方をオープンいたしますので、ぜひ多くの方々、多くの皆様からお越しいただきたいと思います。さて、すいません、少々前置きが長くなってしまったんですけども、これから実際に鍛冶道場の施設の中に入ってみたいと思います。では入ってみたいと思います。検温と消毒ですね。今またコロナウイルス大変怖い状況になってますので、こちら抜かりなくやっていきたいと思います。はい、35度キューブでした。私は大丈夫です。はい、そして手指消毒を行いまして、はい、それでは本日、鍛冶道場の案内をしていただきます三条鍛冶道場の館長、長谷川春夫さんです。長谷川館長さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃいました。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。こちら三条鍛冶道場なんですけども、はい、一体どのような施設になるんでしょうか。館長さん、簡単にご紹介をお願いいたします。はいはい、三条の、まあ、ものづくりの基礎であります、はい、鍛冶技術をですね、はい、多くの人たちから、体験していただいたりしていただこうということと、はい、あとは技術の継承ですとか、または地域の活性化っていうものを目的に、はい、施設が誕生いたしました。はい、それは、平成17年の年からですから、平成17年なんですね。はい、なるほど。すでに今年17年間、はい、17年目になります。はい、で、はい、じゃあちょっとご案内いたしましょうか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、はい、当施設は、鍛冶製品の展示を皆様からご覧いただくと同時に、はい、ご覧のように体験メニューを、はいはいはい、標準的に3つほど用意しております。はいはいはい、体験メニューがあるんですね。はいはい、左から順番に、はい、枠木作り、はい、次にペーパーナイフ作り、なるほどなるほど、はい、それから3つ目が一般ご家庭でお使いになってらっしゃる、はい、包丁の、
研ぎ直しっていうか、はいはいはい、包丁のメンテナンスを主体にした、はいはい、研ぎ直講座、包丁研ぎですね、はい、そうですね、なるほど、この3点を常設講座として、なるほど、はい、皆様からご体験いただけます、はい、なるほど、はい、こちらの包丁研ぎって家で使っている包丁をこちらに持ってきて、そうですね、そうです、日頃お使いになっていらっしゃる包丁が切れなくなった、なるほど、そういったものをこちらで今節丁寧にご指導いたします。なるほど、なるほど、はい、これはとても便利ですね、はいはい、でこちらどんどん進んでいきますけども、はい、何やらいろんな製品やら何やらがありますが、はい、あとこちら製品がいろいろいろんな種類並んでいますけども、はい、一つ一つご紹介いただいてもいいですか、はい、これは国が認めた、指定いたしました、はい、伝統的工芸品が10品目ございまして、10種類もあるんですね。そうですね、三条の鍛冶職が作る製品の数々です、はいはい、枠木ですとか、はい、大工道具のカンナですとか、はいはい、または、山間部屋なんかで枝を落とすときによく使われますナタですね、はいはい、こちらは先ほどもご紹介ございましたような、包丁です、はいはいはい、最近アウトドアで脚光を浴びておりますけども、はい、薪割り用の、マサカリですね、マサカリですね、アウトドア製品が2種類も出てきましたね、はい、そうですね、はい、あとは、日本古来の道具の一つであります、はい、やっとこうですね、はい、これは物を捕まえたりねじったり、引き抜いたりっていう時に非常に便利な道具かと思います。なるほど、なるほど、あと竹細工なんかでよく使われます、切り出しって言われる小刀、はい、なるほど、なるほど、はい、それから草刈り用の鎌ということで、はい、収穫時やなんかで稲刈りなんかにもよく使われますね、はい、なるほど、なるほど、はい、よく稲刈りでよく見ますね、草刈りとか、そうですね、それから、最近よくやっぱり人気がございますけども、お庭で、ガーデニングみたいな、そうですね、ガーデニング用に、そうですね、はい、使われますハサミ、それからもう一つ大工道具で、はい、これもメジャーな商品ですけども、のみですね、のみ、なるほど、なるほど、はい、こういったものが10品目になります。10品目ですね、はい、なかなかこうやって見ると種類がとても多いですね、はい、そうですね、はい、なるほど、同じ三条という地域でこれだけの種類の製品を作っているということが今分かりましたね、はいはい、でここを置きますと、また一番最初に展示がしてあった枠木が置いてありまして、はい、あとこちら写していただきますと伊勢神宮の写真があるんですけども、はい、枠木と伊勢神宮何か関係があるんでしょうか。そうですね、はい、まあ、神社仏閣によく使われるのが日本の代表的な釘ということになる、この枠木ということになりますけども、こちらが平成25年に建造された現在の伊勢神宮の写真ですけども、はいはいはい、この社殿の建築用に使われた釘がこちらにございますけど、これは全て、三条製のものですね。全て三条製ですか。そうですね、これは全て三条製です。本当ですか。ですか、あ、はい、式年遷宮って書いてありますね、はい、伊勢神宮の式年遷宮は20年に1回行われますけども、はいはい、それに使われた釘がこちらにございます。でこれが、三条の鍛冶職が10人で手分けをして20万本、20万本使われております。三条の鍛冶職人の方が20万本ですか。20万本伊勢神宮の式年遷宮の改修みたいな。そうです、改修ですよね、使われた釘、それに使われた釘を全て三条の職人が三条で作ったってことですか、はい、そうですね、はい、これは 100% メイドイン三条ってことになります。 100% メイドイン三条、これはすごい話を今館長から聞きました。なかなか私も三条に住んでますが、なかなか誇らしい話だとこれ思いますけどはい、でちなみにすみません、ちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけども、2年前の、工場の祭典開催時にオフィシャルブック実行委員会の方で作りまして、実はその際に掲載をしておりました、あなたの知らない燕三条というところで、この神社仏閣ですかね、伊勢神宮の神社仏閣にメイドイン三条の枠木が使われている、でこういったこと実は、まあ、掲載はしてたんですね。まあ、もう繰り返しになりますけども、これすごい話だと思います。ありがとうございます、はいはい、なんだか、まあ、いろんな ここ歩いて私来ましたけども、
まあ、いろんな家事製品も触れたり、あとそれから伊勢神宮の話ですかね、今の式年遷宮の枠木の話も聞きましたけども、はい、なんだか私こうやって見てるとですね、はい、見てるだけでなんか物足りなく私になってきましたね、はい、なんか実際に枠木作ってみたくなりました、作ってみましょうか。作れるんですか？こちらはあの体験場になります。なんと、はい、じゃあこちらの方にちょっと、はい、どうぞ、はい、進んでいきたいと思います。はい、どうぞ。まず最初にあの、はい、感染予防ということで、はいはい、一回ちょっと手を洗っていただいたり、手洗い、はい、それから消毒もこちらに用意がありますので、はい、お願いいたします。わかりました、はい、じゃあちょっとですね、私準備の方、はい、あのしてまいりますので、はい、じゃあ長谷川館長の方から今日あの私が作る枠木、実際にどういうふうに作るのかというところ、はい、あのご紹介いただいていいですか、はい、ちょっとじゃあご説明いたします、はい、私はその間準備をしてまいります、はい、先ほどちょっとご紹介した、伊勢神宮で使われた釘の中の、今日はこの代表的なですねカヨレっていう釘を山さんから作っていただこうと思ってます。まあ、簡単にあの作り方としましては、素材がありまして、素材は5ミリの5ミリ角の鉄素材を使います。で最初頭の部分を加工して、その次に先端を尖らすっていう工程になります。まあ、こういった工程は、枠木の一般的な作り方ということになりますかね。じゃあどうぞ試着をしていただいて。よろしいですか？はい、もう少々お待ちください。どうぞ。ありがとうございます。よろしいですかな。お待たせいたしました、はい、ではどうぞ。感染症対策万全で参りたいと思います、はいはい、ではどうぞ。こちらが今日の体験場になります。で初めにですね、今日指導していただく私どものスタッフの人になります栗山です。あ、栗山さん、どうぞよろしくお願いいたします。お手柔らかにどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ栗山さん、最初にちょっと一つ今日の釘を一回作ってみていただいて、まずはお願いいたします、はい、あ、まずあのやってみせていただいていいですか、うん、一回最初作ってみましょう。はい、枠木の材料の鉄を今あの火の中に入れました。そうですね、今加熱をしておりますけど、はいはい、炉の中はですね、おおむね、最高1500度ぐらいまで加熱を、1500度、はい、あ、なるほどなるほど。仕事をしていただくのは約800度ぐらいでしたので、今釘の頭の部分ですね。そうですね、はい、頭の部分の今曲げているってことですね、はい、そう、おお、はい、あっという間できましたね、はい、次に素材を返して、はい、それで同じように加熱をいたしまして、今度お先こちら先端の部分をですね、はいはい、1500度の火の中にまた先っぽの部分を今度作るので、はい、取り出しました。とてもリズミカルに叩いてますね。そうですね、あのリズムよく、はい、トントン、こうやって見ている分にはすごい簡単そうに見えるんですけどね。これがなかなか難しいって聞きますけどね。大丈夫です、大丈夫です。ちょっとマイク、はい、私やりましょうか。あ、これでできました。こちらで完成ですね。あっという間にできてしまいましたね。こちらが栗山師範が作られた枠木になりますが、はい、それでは早速
山田さんが作るちょっと早速すぎますねよし、市販糸も簡単に作ってましたけど、私に果たしてできるのでしょうかという、大丈夫でしょうか。負けてられないですね、小学生に負けてられないですね。私もハンマーを手に取りまして、はい、では参ります。はい、少し出して、はい、はいよ、ここ、なるほど、なかなか難しいですね。結果言った方がいいだろうね。市販とても簡単に作っていましたけども、はい、はい、では取り出しまして、はい、少し寄せてください、はい、そうだね、こう外して、あ、はい、はい、そうそうそう、もっともっと、はい、よし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 、いいから、はい、はい、いいです、よしよしよし、はい、いいです、はい、いいです、ね、こうやって曲がったら、あの、なるほど、膨らんだ方は上、ね、こう、軽く、はい、いいです、いいです、いいです、はい、ここ曲がってるでしょ、はい、こうって、ここ、なるほど、ここ、これ、あ、根元からこう叩くわけ、いやいや、ここ、ここ、ここ平らになるように、平らになるように、はい、よし、いいよ、はい、ほら、いいな、はい、で、次にじゃあ先っぽの部分ってことですかね、よいしょ、これがなかなかスムーズに市販やられてたんですけど、難しいんですよね、これも、はい、よし、じゃあやれてますね、先を上げる、少し先を上げると、はい、なかなかすずやねんからありがとうございますとんでもございません。少しずつ見ながら、はい、ちょっと見ながら、大丈夫かな、はい、ちょっと出して、はい、もういい、あ、いいじゃないですか、もう火花が、花火が線香花火みたいになってます、はい、赤めすぎてしまいました、叩いていきたいと思います、口を張るぞ、はい、そうそうそう、うまい、はい、なかなかいい調子ですよ、ありがとうございます、はい、なんか楽しくなってきましたね、そうまあ、はい、ちょっともう一回じゃあ、よし、まあ、少しこう、ちょっとこうなるとね、どんぐらいね、なるほどなるほど、もう少しこう、はい、少し、はい、よし、そっていきましょう、赤ま、赤、赤くなるのが早いですね、で、ちょっと反って、はい、そうだ、うまい、2回ですね、だんだん先っぽが尖ってきて枠木っぽくなってきましたね、はい、楽しくなってきましたね、はい、まあ、完成、はい、じゃあまた入れますね、はい、いいよ、はい、軽くね、あまり手が強いとペタもなるからだんだん終盤に差し掛かってきました、先、先、先、あとはその曲がりを直したり、こうなってちょっとちょっと曲がってるから、ね、膨らんだ方は上、膨らんだ方を上にして、でここから軽く、はい、見る、あ、見る、よし、大体いいんじゃない、このいうこと、これをやっぱり目で見極めるのが職人さんなんですよね。いやもう、まあ、まかにせずもういいですかね、はい、いいんじゃないか、はい、じゃあもう一本作ってみましょう、あちょっと、はい、
ちょっとかき混ぜて、はい。はい、OK です。はい。なるほど、なるほど。ではもう一本やりましょう。もう一本、はい、もう一本作ってくださいという館長のお話がありましたんで、もうちょっと頑張っていきたいと思います。一本目よりは綺麗な形を目指したいと思います。一本目よりは師範が作られたような形により近いものを。今作ってるの一般的、標準的な釘ですけども、はいはい、これはカイオレ釘って言います、はい、で頭の部分のコントとしての字、はい、よしよし、こう、そうそうそう、もっともうちょっとなんかもっと強く、もっと強く、はい、よし、行くの、行くの、はい、はい、うん、ここ割ってくるんで、勝ち勝手やってくる。なるほど、なるほど。いや、難しいな。まあ、これはこれで、しょうがないですよ。何ですか、うまくいきそうですか。お、先っぽ、うん、頭、釘の頭が一発でいきました。はい、さっき2回も3回もやり直してたんですけど、あのヘッドを作るのが結構難しいんですよね。ヘッドが難しいですね。吸い込みって言って、さっきやったようにこのこちら側から叩く、吸い込ませるっていうんですけど、これは材料は四角だからやりやすいんですよ。なるほど、なるほど。丸だと全部質型になります。はい、はい、じゃあ先っぽを作っていきたいと思いますが、はい、伸ばしましょう。これちょっとかすがってない、ちょっとかすがってない、早いだろ、かすぎなさい、もっとかすぎなさい、もっと、はい、はい、真っ赤にして、はい、あとは細くなってくるからね、あんまり長くこの中に入れて、炉の中に入れてると鉄が溶けてしまうから。あ、そうなんですね、はい、だから赤丸のも早いですよね。もう早いです、大丈夫です、はい、もういいです。はい、この赤丸タイミングを見極めるのもまた職人の目なんですね。細くなってまいりました。ああ、なかなか前ありがとうございます。なかなかいいですね。ありがとうございます。手の返し方がいいですね。はい、前前前前、ちゃんと四角になってると思います。はい、枠木は四角が特徴ですからね。そうですね、はい、きちっと角は出てないと枠木の色がありません。緊張するわね。はい、早い、赤丸のが早い。お、火花が散っています。お、これはちょっと加熱しすぎですね。膨らんでいる、直すようにして叩く、膨らんでいるところを叩くんですよね。そうそう、そう、あとはこっちが膨らんでるので、トントントン、はい、おおむねよろしいんじゃないですか。おおむね、ありがとうございます。はい、じゃあさ、軽くトントンと叩いて、このぐらいにやって平らに直して、それで水の中に入れて終わりにしましょう。はい、はい、よろしいんじゃないですか。ちょっともうちょっと曲がってるかな。ちょっと曲がってます ね。あの軽くでいいんだ。はい。頑張ったらまた。トン。はい。はい。オッケー。ですかね。頑張りました。でこれを水につけます。ずっと中まで入れてください。もうちょい。はい、いいんじゃないでしょうか。大丈夫だと思います。よし。うまくいきました。じゃあいい方を持っていきますね。はい。おう、どっちがいいと思いますか。いや、両方持ってってください。はい、はい、3本ですか、合計、はい、合計3本、はい、1本目が市販が作ったものですね。なるほど、はい、では栗山さん一緒にこちら来て、はい、ということで体験の方させていただきましたが、こ
こちらカメラさん寄っていただいていいですか。こちらですね、こちらがまずは栗山師範が作られた、枠木になります。見ての通り、さすがいつも指導されている、栗山さんですね。栗山さん作った枠木は、形がピシッとなっていまして、とても、綺麗な形をしています。一方で私が作った枠木がこちらの2本になりますね。うん、まあ、だけど、はい、どうでしょうか。いや、大変よくできたんじゃないですか。ありがとうございます。はい、ただよく見てみるとやっぱり栗山さんが作ったものと比べるとちょっと不格好かなっていうところもあるんですが、うん、いや、それはしょうがない。それはしょうがない。立派な枠木を作るっていうふうに作れるようになるっていうのは長い時間がかかりそうなんですけど、こうして熱というか、その鉄を熱するところから、赤めるところから、叩くところから、形を作るところから、全部、自分一人、私一人でやったということなので、非常に達成感を今感じています。叩いている時もすごい楽しかったんですね。確かに栗山さんが作った枠木よりは形が不格好なんですけども、うん、また今度ですね、いろんな形の枠木、もっと綺麗な形の枠木ですね、もっと作ってみたくなってしまいました。今回ですね、体験させていただいたんですけども、今後も何回でも通ってですね、枠木作りというものを極めていきたいと思っています。はい、今日作っていただきました枠木はですね、実はとても長い歴史があるわけですけども、はい、今日見ていただいたさまざまな鍛冶製品の始まりは、この釘が基礎になったというふうに言われております。こちらが基礎なんですね。そうですね、この地域はに限らず日本全国的にですね、江戸時代の初めは各所水害に見舞われて農作物が痛めつけられたっていう歴史がございますけども、農民の救済っていう意味合いで各地域におけても枠木作りが盛んに行われたっていう歴史があるようであります。はいはい、まあ、以後この産業としてですね、地域の火事が、はい、根付いたと言われておりましてですね、はいはい、非常に貴重な産業の産物ではないかというふうに思っています。そうですね、はい、歴史的にもこの技術的にも非常に歴史的に価値があるものなんですね、はい、今日作った枠木ですけども、うん、はい、この枠木から始まった火事の産業の歴史が現在のものづくりの町って言われてますけども、三条のものづくりの大きな基盤になっているんですね。はい、そういうことです、ね、はい、作ることも通しましてとっても勉強になりました、はい、ありがとうございます。こちらこそ大変ありがとうございます。はい、それではそろそろ、時間になりましたので、本日のライブ工場ですがここで終了したいと思います。改めまして長谷川館長さん、そして社班の栗山さん、どうもありがとうございました。どうもお疲れ様でした。とても楽しかったです。ありがとうございました。はいはい、でここで、次回の予告ですが、次回のライブ工場ですが、2月25日の金曜日、また14時からですね、燕市の分水地区で、軍手を作っていますプラニングみずほさんからお送りしたいと思います。Facebook の方では事前に質問の方も受け付けておりますので、ぜひ質問の方どしどしお寄せください。また、これまでのライブ配信なんですけども、工場の祭典公式 YouTube から視聴ができますので、まあ、アーカイブになってますので、そちらの方も、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。で、合わせてチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。今日ご覧になっている皆様、本日はご覧いただきまして本当にどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ三条鍛冶道場から失礼します。さよなら。さよなら。